から給付金を騙し取ったとして詐欺の罪に問われ有罪判決を受けた認定子ども園の元園長が判決を不服として控訴していたことが分かりました姫路市の認定子ども園ワンズマザー保育園の元園長小畑育子被告は2015年からおよそ2年間市に園児を過少申告し給付金およそ9400万円を騙し取った詐欺の罪に問われ 先月、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決を受けました。小畑被告は後半で一貫して無罪を主張していて、判決を不服として機能付で大阪高裁に控訴していたことが分かりました。小畑被告の代理人弁護士は詐欺の行為についての事実認定に納得がいかず、依頼人と相談の上、控訴したとしています。